月のワグマが捕獲されたのは豊田市の山間部に位置する稲部地区の川手町できのう午後5時ごろ地元の猟友会の会員からイノシシを乗りに体長およそ1メートルのメスのツキノワグマが捕獲されていると通報がありました市の職員らがけさ現地で確認し熊を放す場所や受け入れる施設などを探しましたが見つからなかったため安楽死処分を行ったということです 豊田市の山間部ではことし4月以降月のノワグマの目撃情報が相次いでいて市は今後も住民に注意喚起を続けるとしています。